クラフツマンセーリングケーシーズバイ、エイチークウッドビルディングアマデバード、エドウィン・ロードウィークス作土定制度のマスター、または名校は欧州のギルド組織における構成員であり、マスターとジャーニーマンだけがギルドの一員となることが許された。土定制度のマスターになるためには、マスターへの昇格に選ばれるようになる前に、見習いからジャーニーマンへの昇格の循環を果たす必要があった。 次に実際に、ギルドに参加できるようになるには、売り上げとマスターピースを生み出さなければならなかった。マスターピースがマスターに受け入れられないと、ギルドに参加できず、生涯ジャーニーマンのままであることもあった。元来、学位の修士を意味する、マスター・オブ・アーツの保有者はまた、中世の大学で、その学問分野のマスターとみなされていた。この伝統は、中世の欧州が発祥である。 初期のギルドは、平和ギルド地のつながりの一団であった血族の、崩壊後、相互保護のために結束した集団であった。承認ギルド国際交易に関連マイナスは12世紀から13世紀にかけ協力だったが、同色ギルドの発展に伴い勢いを失った。同色ギルドは、マスター、ジャーニーマン、見習いで構成される、特定の技能職に関連する、 様々な熟練職人の団体であった。世界的に有名なロンドンの紋章院はマスターのギルドの紋章4年の評価期間後の1992年に表彰した。紋章の専門家ピーター・グリーン・ヒルにより多くのギルド構成員資格の分野を反映するようにデザインされ特徴的なものは3つのエスカッシャンが美術家、画家、染物師を示す。 シェブロンに二つの開いたコンパスが建築、建設、大工を示す。鳩の大型は、収納家具職人、木工職、差し物しを示す。小槌とタガネは、メイソン、石工を示す。ギルド本部を見晴らすリース城の南取り出が、クレストとして、兜の上に飾られる。ギルドのようなものはほとんど存在しないが、多くの技術職で、見習い。 ジャーニーマンマスターの形態が続いている。大工、電気工、配管工がよく知られる例である。また、ユナイテッドステーツバーテンダースギルドでは一連の試験に合格したわずかなバーテンダーがマスターミクソロジストと認められる。アカデミーにも一般教育を完了する小、中、高校高等教育後の短期大学士、学士、 修士及び見習いにあたる PhD の学生、ジャーニーマンにあたるポスドク、マスターにあたる教授と、この伝統は生き残っている。学位を得るため発表が必要な博士論文は、選択分野での学生の習熟度及び講師により、審査された学生の資質を証明し、実際のところギルドで、マスターとして認められるために提出が必要であった、中世のマスターピースの形式の一つである。 英語のマスターマリナお及びハーバーマスターには、元来は、船員ギルドでのマスターの地位にあったことが、反映されている。ステーションマスターは、ハーバーマスターから転じているが、鉄道が生じた時に、ギルドはすでに存在していなかった。見習いの少年及び他の職人と、真空ポンプについて話し合うマスタードイツではマスターは、工芸の最高資格であり、国家資格である。 この資格は、メイスターブリフと呼ばれ、理論的及び実務的な工芸の技能、並びに事業及び法律の能力が対象である。加えて、見習いを訓練できる資格でもある。これらの資格によりマスターは自営するか、企業で高い役職に就くことができる。ドイツにおけるマスターの地位は、で、ゴゼッツツアーオードングでハンドワークスで規定されている。ドイツでは、 特権的ギルドは廃止されたが、見習い、ジャーニーマン及びマスターが、現在も継続している。煙突掃除符や電気工といった危険を伴う業務を行うためには、マスターが自営するか一人以上のマスターを雇用しなければならない。ジャーニーマンとマスターは法律により、自動的に、その地域の独立公的団体である手工業組織の一員となる。この組織は、 職業訓練及びジャーニーマンとマスターの試験監督を運営する。マスターとなるには対象の職業訓練を完了することが必要であり、そこでは試験が行われる。最終試験は5000円プルーファンと呼ばれ、3年から5年以上の実務経験がジャーニーマンに必須である。その条件が満たされた候補者はメインスタープルーファンのコースを受けることができる。 このコースの期間は職種により4年から6年であり、試験は理論、実務及び口述であり5日から7日かかる。職種により、試験にマスターピースの制作が含まれる。ドイツのマイスターには、通常の総合大学入学資格の有無にかかわらず、大学学士に対する教育の資格が与えられる。ドイツ資格フレームワークにより、メイスターブリフは、 アカデミックの学位ではなく直接比較できないが、学士と同等レベルとされる。ありがとうございます。